北海道発牛乳パックで神相撲実況中継。平成28年11月12月場所は2日目の土俵です。初日、休場明けの横綱白石島が黒星のスタート。かなり館内がこのことで話題になっているという、そういった状況です。もうすっかり暗くなりました。北海道札幌市北区志野路にあります北商店ハッピールームより中継でお送りしてまいります。ダメです、ウィボーさん。タイムライン上ありがとうございます。館内ですね。今日の京都は雨のち曇りでしたって。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、業務連絡でウィボーさんダメですってことだけ伝えておきました。いろいろね、アップデートもしなきゃいけないってことでね、はい、そんな状況でありますが、館内、このあと館内はライトアップされるという、イルミネーションもね点灯するという予定でありますが、今日の札幌市北区志野路は先ほど一時吹雪というね時間もあったんですけど、今の時間はどうやらその雪も止んでいるようですが、もうこうして窓の外を見るといかにも寒そうな景色が広がっている状況です。お、大丈夫ですか。こっち今切りましたよ、業務連絡ですけど。業務連絡です。あの、今やっと喜び中です。知ってたって話ですけど、もう少しです。もう少しなんでね。もう少しです。わかりました。もう少々なんとか。ではその間スタートしていくことにいたしましょう。そうですね。これより幕下トーナメントの取り組みであります。西方苫小牧母八、苫小牧市出身ピースマイルベア、東方ハッサムクラゲの山、札幌市出身ハッサムベア、幕下トーナメントの取り組みであります。幕下トーナメントです。テロップでご覧いただいております通り、ルール改正が平成29年の1月から行われまして、本場所進出者決定トーナメント先週ありましたが、このルールが若干変わります。それによりまして、今場所の幕下の力士は全員来場所十両に昇格となります。なのでこのトーナメントは来場所の十両の番付決めという、そういった意味合いになるわけです。来場所は十両でもこの力士たちが見れるということになるわけです。左はハッサムクラゲの山、右が苫小牧母八という対戦です。幕下トーナメントは8人で争われます。1回戦です。初日は輝が初戦を突破しておりました。石川県出身です。さあ1回戦2つ目の取り組みは、左ハッサムクラゲの山、右が苫小牧母八です。幕下トーナメント、制限時間いっぱい、両締めやってぶつかりました。両者が下がって土俵際です。どうか、ハッサムクラゲの山が勝っています。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してハッサムクラゲの山の勝ち。ハッサムクラゲの山が1回戦を突破しています。突破していきましたね。苫小牧母八は残念ながら敗れましたが、今大会の力士は全員が十両に上がりますので、まあ、番付は下位ですけれども十両には上がるということになります。来場所にも期待しましょう。幕下トーナメントの取り組みでありました。大男が何かをいじっているような。やっときましたね。大男が何かをいじっている様子まで映ってしまうのが今の中継の画面です。牛乳パックで神相撲、
平成28年11月12月場所、これより2日目十両の取り組みであります。ヨット丸に御殿場猫にゃん、西方ヨット丸、西十両6枚目、神奈川県出身神奈川部屋、東方御殿場猫にゃん、東十両6枚目、静岡県出身アンビックベア。これより十両の取り組みであります。十両の土俵です。9日間のうち各力士が5番相撲を取るのが十両です。3勝で勝ち越し、負け越すと来場所は次回からルールが変わりますので、負け越すと来場所は幕下トーナメントに落ちるということになります。十両です。一気に本場所進出者決定トーナメントまで落ちるということはもうありません。御殿場猫にゃんとヨット丸、ヨット丸は休場明けです。先場所休場しました。ヨット丸です。32歳を超えますと休場、まあ、引退ルールがあります。その関係で休場を年に一度だけするというそういう権利があります。引退ルールは5連敗または休場明け3連敗で32歳以上の力士たちが該当します。こんなアナウンスが来ましたよ。ありがとうございます。 お客様にお知らせいたします。はいはい、館内は禁煙となっています。タバコをお使いなれるお客様は、はいはい、禁煙席でお使いください。はいはい、館内放送が流れております。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、はい、なんかね、本場所らしい感じがいたしますね。はい、大丈夫ですか。はい、左が御殿場猫にゃん、右ヨット丸です。両者幕の内の経験者、制限時間いっぱい。よしやって、今日は長ぶつかりました。中に入るかこでもありません。突き放すのはヨット丸。土俵際です。どっちが残るか、どっちが残るか、土俵際どうだ。ヨット丸の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してヨット丸の勝ち。土俵際最後際どい相撲でした。休場明け、ヨット丸が白星スタートとなりました。御殿場猫にゃん敗れて黒星スタートです。郡山奈々ちゃんに宮の沢香里騎士、西方郡山奈々ちゃん、西十両4枚目、福島県出身福島部屋、東方宮の沢香里騎士、東十両4枚目、札幌市出身ハッサム部屋。福島県出身の郡山奈々ちゃん帰り十両です。同じく帰り十両は宮の沢香里騎士、札幌市出身です。今場所最初の土俵に上がっている両者です。浴びせがある両者、制限時間いっぱい。よしやって今日はぶつかりました。引き落としは宮の沢香里騎士の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落として宮の沢香里騎士の勝ち。テロップが出ておりませんでした。失礼しました。宮野さんは香里騎士が勝っていますが、今の一番、まあ、奈々ちゃん攻めたのも良かったんですけども、香里騎士が、ね、無駄のないかわし方で良かったですね。宮野さんは香里騎士が白星スタート、郡山奈々ちゃんは黒星のスタートです。丸山主にハッサムピースマイル山、西方丸山主、西十両2枚目、札幌市出身タックベア、東方ハッサムピースマイル山、東十両2枚目、札幌市出身ピースマイルベア。そう、ハッサムピースマイル山は先場所に続いての十両ですけれども、十両定着あるいはここから幕の内へというふうに目指していきたいところです。丸山主は幕の内経験者です。札幌市出身同士の一番、大柄な2人、制限時間いっぱい。よしやって、ぶつかりました。突っ張り合いになるか、両者動きをあまり見せませんが、押すのは丸山ヌッシーでしょうか。土俵際どうか、ハッサ
ティースマイル山に軍配です。土俵際のもつれがありましたが物言いは出ません。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してハッサムピースマイル山の勝ち。まあ、今のままいけば丸山の勝利かと思ったんですけどね。土俵際ハッサムピースマイル山が俵の上のところで粘っていました。ピースマイル山が勝って白星スタート、丸山ぬっしー黒星スタートです。初南桃の海に足別タングロー、西方初南桃の海、西十両三枚目、札幌出身ハッサムベア、東方足別タングロー、東十両筆頭、足別出身足別ベア、十両最後の一番であります。両者初日に相撲がありました。あ、これも北海道勢同士の一番です。足別タングロー1勝0敗、初南桃の海1勝0敗、新十両の初南桃の海と、先場所勝ち越して十両の筆頭まで上がっている足別タングローという対戦です。若い2人ですね。そうですね。足別タングロー、こちらも小兵ですけれども、さらに小さい初南桃の海、初日は技を見せてくれました。出し投げでしたかね、確かね。さあ今日はどうか。十両最後の一番、制限時間いっぱい。よし、やって、今日のぶつかりました。押し合うか、突き放すのはタングロー、突き放した、土俵際足別タングローが勝ちました。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して足別タングローの勝ち。足別タングローが2連勝です。動きが軽やかですね。初南桃の海敗れて1勝1敗となりました。足別タングローが2連勝となっています。牛乳パックで上相撲実況中継、平成28年11月12月場所の2日目ですけれども、ヨット丸の談話が届いているようですね。勝ったヨット丸の談話なんでしょうかね。まずは勝ち、ここまでいいかなと思いました。前場所は休場でしたが、今場所は立ち上がりは順調です、ね、これで勢いに乗って、いいですね、なんかこういうのなんかしっくりきましたね、今 ね、談話が届くっていうね。談話ということは、でも誰とこれしてるんでしょうね。あのね、うん、あれリポーターじゃないですか。リポーターとしてるんですかね、これはね。ね、多分いるんですよ、リポーターの方がね、あの花道のところにきっとね、ね、こういうのが届くのいいですよね。身長 6.5、片足の長さ 2.7 まで、しこ名地域にちなんだもの、地名や特産物の名前など含めていただいております。いや、立派なリポーターの方がいると締まりますよね。そうですね。あれ、あのうなぎ屋が今日この後ありますけど、ちゃんとしたリポーターがいる状態ですね。情報ライブ、うなぎ屋のあの錦山リポーターはまともにリポートしたことがない、談話を取ったことない、今日初めてあの会見場に行くっていう果たしてね、ちゃんと仕事ができるかですよね。だけちゃんと情報を力士から引き出せるかどうかなんですよね。ね、年齢の概念もございます。今日はこの後ね、会見があるんですけど、何の会見があるかっていうと、実は余市山なんですが、先週の本場所進出者決定トーナメントの中で引退というふうにお伝えしていたんですが、私の手違いで引退ではありませんでした。元関脇余市山は現役を続行します。で、それに関して今日記者会見がこの後行われる予定です。引退会見ではなく引退ではなかった会見というのがこの後行われます。情報ライブうなぎ屋の中で紹介してまいります。
かつて失踪したなんていうこともね、力士が失踪したっていう事件もね、ずいぶん昔にはありましたけれどもね。ご引退ですね、不祥事ですね、これはね。大変申し訳ありません。ユニファクでカミズモは各地の交流会、そして、皆様からお送りいただいた力士によって成り立っています。全国の力士が集っています。まさか与一の番長って来てますね。そういうキャラですよ、ね、そうですよね、確かにね。だから怖いんですよ、今日の、ね、会見がどんな雰囲気になるのか、相当お怒りなのかもしれないんでね。切れまくってますね。切れに切れてるでしょうね。普通の時ですら切れてますから。そうですよね。実況は私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしております。さ、幕の内の取り組みが始まります。牛乳パックで紙相撲、平成28年11月12月場所、これより2日目幕の内の取り組みであります。高畑不動明王式神残機に世界最強のスポーツマンフルマッサム、西方高畑不動明王式神残機に西前頭13枚目、東京都出身ほぼピン部屋、東方世界最強のスポーツマンフロムハッサム、東前頭14枚目、札幌出身ハッサム部屋、これより幕の内の取り組みであります。長い名前同士の対戦です。したがってテロップがもういいですね、2行にします。引退じゃないの、嘘ぴょんって嘘ぴょんって久しぶりに聞きましょう。聞きましたね。いいですね、嘘ぴょん。世界最強のスポーツマンフロムハッサム、白星スタートで残機にが黒星スタート、押し合い、そして小兵という両者です。幕の内の相撲、制限時間いっぱい、両者見合っていい、ぶつかりました。やや変化したのはスポーツマンです。横に動いての立ち合いでしたが、さあ押し込むのはスポーツマンか、捕まえた、打っちゃったのはザンキニです。ザンキニが打っちゃう、打っちゃう、土俵際もつれているが、寄り倒しかスポーツマンの勝ち。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して世界最強のスポーツマンフロムハッサムの勝ち。最後もつれましたが、土俵の下へ。これはね、ちょっとカサスの匂いがしましたね。もつれたこの2人の、ね、なんか口論になって、最後突き落としちゃったみたいな。解説します？うん、そうですね、ちょっとじゃあ VTR でね、今のね、リプレイで。最後じゃあちょっとどういう風になったかちょっと解説お願いします。やめろ、違うんだよ、あれは俺が悪いんじゃねえんだよ、うわ俺らも見たぞお前、あそこのスタバでよ、スタバでお前マッチョプレスが何あそこのスタバでマッチョブラザーズあそこのスタバでマッチョブラザーズって言いましたよね今ね、最後もう一回見てみようかな。何いやさっき一回マッチョブラザーズって聞こえたんですよ。言ってましたね。なんだろうな、もう一回見てみるかな。あそこもうあそこのスタバでもやめろ、俺は違うの、違うの頼もうとしてる、抹茶フラペチーノ頼もうとしたんだ。抹茶フラペチーノだったんだ。あー、あそこのスタバでマッチョブラザーズって聞こえた。なんだろう、スタバでいつからマッチョブラザーズ店員さんのことなのかなと思って。そうですね、あの抹茶フラペチーノって言い切る前に落ちちゃったからもうマッチョブラザーズになっちゃったんです。ねえねえ、ライズスケ忘れましたよ。そうですね。でどっち勝ったんでしたっけ。あ、スポーツマンね。そうそう、スポーツマンです。世界最強のスポーツマンフロムハッサム2連勝、高畑不動明王式神残機に敗れて2連敗です。ですか。
中島宮城にティコツーミン西方中島宮城西前頭15枚目静岡県出身アンビックベア東方ティコツーミ東前頭13枚目千歳出身ホボピンベア マッチョブラザーズイコールマッチョブラフェチーズ皆さんだからスタバでちょっと一回言ってみるのいいんじゃないですかあのオーダーの時マッチョブラザーズ ね、言ってみるのもあるじゃないですかいらっしゃいませマッチョブラザーズ一つマッチョブラペチーノですねって来るかもしれない言ってみるかもしれない、ね、分かってくれるかもそうですねちょっと試してみてもらいたいです、ね、マッチョブラザーズ、はい、マッチョブラペチーノですね ねだってあのね特に本州の方のさ、ね、コンビニの店員さんとかって何言ってるか分かんないって人いっぱいいるでしょそうです ね、うんねえ、エアロスミスに聞こえるとかね、あったでしょいらっしゃいませーが、エアロスミスーってあったでしょ逆にやってみようよ、こっちもマッチョブラザーズお元大平大平川山室蘭大平川山室蘭大平川山栃木なんですけどね大平川山室蘭さんね、私が育てた歴史、いい曲が出るといいですね。本当に日向さんなの、日向影さんなのか、そうじゃないのかが分からない。何しましなのか。どっちなんだろうか、ちょっと分からないんですけどね。日向影さんが先週、はい、日向影親方はね、札幌に来てくれました。そうですね。ね、キラキタの方にも来てくれました。とても寒がっていました。ちょうど寒い時期に来ましたからね。ね、去年同じ時期に来た時は暖かったのにっていう ね、 話でしたけどね。ティコツーミ一勝0敗、中島宮城一勝0敗です。制限時間いっぱい、両親やって、今日は残り、ぶつかりました。さあ、押すのはティコツーミ、引きつけるのは中島宮城でした。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して中島宮城の勝ち。尻尾がついています。中島宮城がうまくついていきましたけど、ティコツーミちょっと心配ですね、本当に。中島宮城2連勝、敗れてティコツーミ1勝1敗です。クラーク羊ヶ丘に鶴ヶ吉、西方クラーク羊ヶ丘西前頭14枚目、札幌市出身札幌部屋、東方鶴ヶ吉東前頭12枚目、静岡県出身アンビック部屋。ちょっとね、錦山さんに行ってもらおうか、スタバに。そうですね。で、マッチョブラザーズ。マッチョブラザーズ。本当に怒られそうだね、錦山さんだと。嫌な嫌な、なんか変な無駄な動きとかするんですよ、きっと。クラーク羊が丘、新入幕で1勝0敗、駿河吉0勝1敗です。前に出るクラーク羊が丘、引き技があります、駿河吉です。制限時間いっぱい、よしみやっていきょう、分かりました。一気に前に出る、押し込んでいく、寄り切ったクラーク羊ヶ丘の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってクラーク羊ヶ丘の勝ち。速攻でした。いや、この押しは本物ですよね。幕の内でも通用していますね、はい、通用してますね。クラーク羊ヶ丘2連勝、駿河吉敗れて2連敗、心配なスタートです。金木札幌山に青山いるか行け、西方金木札幌山東前頭15枚目、札幌市出身ハッサムベア、東方青山イルカ池東前頭11枚目、愛知県出身愛知ベア。まあ、私どもの中継は普段からね、あの、まあ、与一山の引退じゃなかった騒動も含めて包み隠さずお送りしてますけれども、今日ね、あの館内のお客さんの入りも非常に低調な、はい、スタートなんですよね、はい、お客さんの、まあ、フレッシュの視聴者数に応じてお客さんの入りが、ね、はい、見えてくるわけです。このひよこの後ろの、ね、見えますけれども、かなり今日は低調ですね、今のところは。そうですね。
左は青山イルカ池1勝0敗金木札幌山0勝1敗です。前に出る両者ではありますが、ここはどうなるか。制限時間いっぱい、両者見合って、今日ぶつかりました。前に行くのは青山イルカ池、突き放した、残した残した、両者土俵際どうか、金木札幌山の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して札幌金の勝ち。札幌金木山って言ってましたあの、だったら言ってほしかったです。あの札幌金って言ったらなんかもうねなんかあんまりいいイメージならないんで ね札幌金のイメージかみたいな金木札幌山勝って1勝1敗、青山イルカ池敗れて1勝1敗です。名古屋タクト山に札幌マガオマル、西方名古屋タクト山、西前頭10枚目、愛知県出身愛知部屋、東方札幌マガオマル、西前頭11枚目、札幌市出身ハッサム部屋。ね、はい、すごい寒かったんですけど、なんかちょっとあったかい空気に感じてきました。そうです ね、 この ね、 ね、今のエアコンの状況が、はい、なんかあったかいの本当出てる気がするんです今。そうですね、うん、やっと、はい、今ついて何時間あと1時間で帰ろうかというところに、ね、やっと温まってきたって、なんかちょっと温まってきましたね、はい、ああよかったよかった名古屋タクト山0勝1敗、札幌マガオマル新入幕で0勝1敗です。制限時間いっぱい、よしやって今日のぶつかりました。押すのはタクト山、足をかけるマガオマル、残せるかどうか。足を中に入れているのはタクト山、ここで引いていったのはマガオマル、土俵際です。突き倒しか、名古屋タクト山の勝ち。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して名古屋タクト山の勝ち。マガオマル連敗、まあちょっと攻めきれなかったですね。ちょっと動きが十両の時の動きとはやや違いますかね。ちょっと 重いというかあまり動けてないですね。名古屋タクト山勝って1勝1敗、札幌マガオマル新入幕2連敗のスタートです。加賀丸にカスカビアン、西方加賀丸、西前頭9枚目、石川県出身石川部屋、東方カスカビアン、西前頭12枚目、埼玉県出身ほぼピンベや。かがまる上、かがまる下、二人合わせぶざっちーの。お、館内アナウンスが届いておりますよ。ここで北海道競馬所属騎手石川大和騎手とキノコ界のご意見番松竹さん代行の椎竹さんがご入場されます。松竹はこの後 この時ドラマ収録をしていた過去形になってます椎竹さんですね、椎竹さんですね。そっと今椎竹用意した方が良かったね。しいたけ一つ、しいたけ、また小平さんにしいたけ作ってください。小平さん、あのしいたけ一つあ、なんかね、あの前だった田中さんがね担当してた時はね、田中さん一つって言えたんだけど、今小平さんだから、小平さん一つ、しいたけ、ちょっと一つだけちょっと控えめになるカスカビアン0勝1敗、加賀丸0勝1敗です。イルミネーションもね作ってくれてますからね、浩平さんがねさあ押し合いになるか、ベテランカスカビアン今日はどうか。制限時間いっぱい、よしみやって、今日のぶつかりました、うんと下がったカスカビアン、回しを掴んで寄るか、加賀丸がバランスを崩している、中に入ってカスカビアン足をかけていきます。土俵際に追い詰めたのはカスカビアン、寄っていく、
残すかが丸寄り切りカスカビアンの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切ってカスカビアンの勝ち。土地合い加賀丸が何かその上と下でバランスを崩しましたね。そうですね、ちょっとカスカビアンのチョッキが加賀丸の入っちゃいけないところに入ったんでしょうね。ああ、そういうこともありますかね、分解しにかかりましたよでしたね、カスカビアン勝って1勝1敗、加賀丸敗れて2連敗です。陽沢スクリームに室蘭さん海海西型陽沢スクリーム西前頭7枚目静岡県出身アンビックベア東型室蘭さん海海東前頭9枚目室蘭市出身マスクド海海ベア。さあ海海が新入幕で、そうですね、初日勝ちました。これ今日も勝つといよいよこれこの後の7時からのキラキタでマスクド海海がね、はい、調子に乗りますよ。ちょっと飛ぶ鳥勢いですからね、今、まあ、飛ぶ鳥落とす勢いですから、これは調子に乗ると思いますね。いやですね、調子に乗るあいつには会いたくないですね。乗らせたくないですねあんまりこの後7時半過ぎぐらいに登場します、はい、マスクド海海です。今日はなぜかちょっとよくわかんないですけど、なぜか与一山と対戦があるそうですなんででしょうね、与一山この後会見があるということです。海海っていうコメントもありがとうございます。さあマスクド海海ではなく、ここでは室蘭さん海海1勝0敗、陽沢スクリーム1勝0敗です。足技がある陽沢スクリーム、制限時間いっぱい、よしやって、ぶつかりました、引きつけた、がっちりです。中に入って、これでも寄るのは海海、陽沢スクリームがここで距離を取りました。だが突き放すのは海海、突き放す、押す、押し出し、室蘭さん海海の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して室蘭さん海海の勝ち。2連勝です。強いですね、まだ本場所で負けたことがありません。それはちょっと調子乗っちゃいますよね。ねえ、はい、いよいよこれは相手がいないのかみたいな感じになってきましたよ。来ましたね、陽沢スクリーム敗れて1勝1敗です。札幌川の海に名古屋タクト山直角乗りフラ西方札幌川の海東前頭10枚目札幌市出身おにぎり温めますか部屋東型直角のりくら東前頭7枚目岐阜県出身岐阜部屋。もしかするとちょっと途切れましたか、先ほど申し訳ありません。土俵上は直角のりくらと川の海です。1勝0敗の川の海と0勝1敗の直角のりくら、一気の寄りがあるのは川の海。制限時間いっぱい、よしみやって、今日はぶつかりました、寄っていく、体を入れ替えた、直角乗りから後ろを取った、後ろを取った、送り出しの先ほどいが直角乗りからに軍配、物言い、物言いです。今日初めての物言いは、あっと与一山さんですね今日は与一山さんが、見てくれます。確認です、確認です。さっき言ってましたね、札幌川の海ですよね、はい、ちょっと一応リプレイで確認しましょう。最後も出ましたけど ね、 そうですね、でも出てましたよね、はい、あ、出てますね、はい、わかりました。ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は直角乗り鞍に上がりましたが、胴体ではないかと物言いがつきましたが、川の海の足が先に出ており、軍配通り直角乗り鞍の勝ちといたします。直角乗り鞍、ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って直角乗り鞍の勝ち。
最後もつれたんですが、その前に足が出ていました。そうですね、うまくかわした後のもつれでしたけどね。直角のリクラ1勝1敗、川の海、札幌川の海敗れて1勝1敗です。備前長船に一式込み。西方備前長船、東前頭8枚目、岡山県出身、岡山部屋、東方一式込み、東前頭6枚目、静岡県出身、アンビック部屋。メン、あの波動砲に勝ったメンです。いや、まさか市内が波動砲に勝つとは。それを証明してみせました。飛び道具に市内が勝ちましたよ。それが現実に行われるのがこの牛乳パックで紙相撲の世界です。室蘭さん、海海の談話が入っております。幕内2日目の取り組みは勝って3日目も勝ちます、優勝するぞ。あ、なんか言いそうですね。言いますね、言いますね。ね、彼は言いますよ。なんか言いそうな感じですよね。言いますね。一式込み土俵上1勝0敗、備前長船0勝1敗です。押し合いになるか、距離を取りたいのは一式込みです。おっと、ちょっと待ちくださいね。もしかしたら画面が黒くなっちゃうかもしれないですね。優勝するぞっていう談話が届いたからじゃないですか。少しお待ちください。キャメラマンさんが真っ暗に、キャメラマンさんが今多分真っ暗な何かを映してますけど、さあここで一式込みが面を食らわすことができるのかというところですけども、画面映るかな、映るかな、さあ来い。はい、お待たせしました。失礼しました。どういうことね、ちょっと待ちましょう。来ましたね。はい、一式込みと備前長船です。制限時間いっぱい、よしやっていけ。ぶつかりました。前に出るのは一式込みか、まわしを取れない備前長船。ここで取った、ここで取った、すくい投げだ、すくい投げ、投げ打つ、残す、石込み、残している、ついていく、やるやるやる、投げ打つな、おさらね、やるな、石込み、やりきった、石込みの勝ち。ただいまの決まり手は、やりきり、やりきって、石込みの勝ち。こらえました。いやー、備前長船も悪くなかったんですけど、石込みいきましたね。すくい投げ決まったかと思ったんですけどね。一式込み勝って2連勝、備前長船敗れて2連敗、一式込み今場所良さそうですね。いや、動きいいですね。グミサワ熊兄弟に桜縛った。西方グミサワ熊兄弟、西前頭8枚目、静岡県出身、アンビック部屋、東方桜縛った、東前頭5枚目、鹿児島県出身、鹿児島部屋。幕の内前半最後の一番です。桜地バッタ0勝1敗、グミサワ熊兄弟1勝0敗です。押し合いか、あるいは引きもあります。組沢熊兄弟、制限時間いっぱい、よしやって強引投げ、ぶつかりました。前に出るのは桜地バッタ、一気に寄る、一気に寄る、捕まえた、寄る寄る、寄り切りました。桜地バッタの勝ち。ただいまの決まり手は、寄り切り、寄り切って桜地バッタの勝ち。一度食いついたら離れないという感じでした。そうですね、まあ、うまいこと組沢もかわせればよかったんですけどもね、桜地バッタ押し切りましたね。桜地バッタ1勝1敗としています。敗れてグミサワ熊兄弟1勝1敗です。
牛乳パックで紙相撲実況中継前半の相撲を終えています。さあ横綱登場、土俵入りです、ね、いいですね、横綱の土俵入りです。東方より横綱湘南の風土俵入りであります。皆さんぜひ優勝の掛け声タイムライン上でお願いいたします。横綱湘南の風、あ見えないのか、大丈夫か、露払い中島宮城、太刀持ち駿河屋、行事は海坊主であります。館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょうなろう、28年最後締めくくりますよ優勝で。サンタ帽をかぶっての登場は今場所通して千秋楽以外かな、お送りしていくんだと思いますが、ありがとうございます。浩平さんが送ってくれました。2日目湘南の風は銀屏風との取り組みです。西方より横綱白石島土俵入りであります。横綱白石島、露払いカスカビアン、太刀持ちは備前大佐船であります。あるんですかね、調子良くなるみたいなのね。白石島初日黒星です。西荻の山との今日一番、今日負けるといよいよそのざわつきはさらに大きなものになってしまいます。さあ牛乳パックで紙相撲実況中継中入りです。今日の中入りが余一山がね、はい、先週引退というふうに伝えてしまったんですけれども、引退ではなかったということで今日会見を開くということになっておりまして、今会見の準備をしているという状況のようでして、まもなくねこの後会見があるということであります。まあ、大変なことになりましたよね、本当ね。さあではこの後会見が行われるということで、このコーナー、この番組の中でお送りしてまいります。チャンチャンチャランチャ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 ランチャンチャチャチャンチャチャランチャンチャチャチャン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 チャランチャン、こんにちは。11月29日火曜日、情報ライブうなぎ屋です。チャン、今場所もスタートした牛乳パックで紙相撲ですが、元関脇の余一山が、実行委員会の勘違いにより引退させられたという、そういった事実が判明しました。この後余一山本人が会見を行うようです。会見場にリポーターの錦山さんが行っています。錦山さん、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 錦山さん一番目立ってる錦山さん、はい、錦山です。私初めてのこの会見場でして、とってもなんか緊張しますね。余一山がもう入ってきているみたいですので、では会見どうぞご覧ください。私も頑張ってこれから質問をしようかというふうに質問考えてきたので、頑張りたいと思います。錦山さん、もうちょっと前行けなかったんですかね錦山さん、まあいいや余一山の会見ですね、どうぞ。それでは、これより、余一山の引退ではなかった会見を行います。ではまずはじめに、余一山関から、余一山さんからどうぞ。メンチ切ってんじゃねえよえ
っちは。え？なんだよこれ。勝手になんかこっちが釈明してるみたいになってるじゃないかよ。めっちゃ来てんじゃねえよ。それではあの記者の方の質問に答えていただこうかと思います。タイムライン上皆さんもぜひ、記者のお一人として、お願いいたします。タイムライン上に書いてみてください。はいはいはい、あ、伊藤正夫です。伊藤正夫ですけど、どうして、引退じゃなかったっていう事実を、まあ、どこで知りましたか？メンチ切ってんじゃねえよ。あの今の今まで仕上がったんだよ、邪魔で。ずっと引退だと思ってたんだよ。勝手に引退させやがったよ、マサオが。はい、はい、館内からですね。陽一山が悪いんです。俺が悪くてメンチ切ってんだよ。おめえ誰だよ。おめえ誰だ。メンチ切ってんじゃねえよ。俺が悪いわけじゃねえんだよ。勝手に引退って言われて。はいはい、四日市入道です。またよくわかんねえよね。そうお前。クリスマスの予定は？めっちゃ切ってんじゃねえよ。俺こっちは間違って引退させられてんだよ。クリスマスの予定なんて入ってねえんだよ。あ、あ、来てますよ。はいはい、京都、これなんだろう。何町なんだろう。京都、ね、地名ってなかなか難しいね。新聞社で、京都の新聞社です。現役続行おめでとうございます。あ、メンチ切ってねえなおめえ。いいな、お前。ありがとうございます。こういうのも来てるんですよ、こういう方もね。引退する気満々だったんですね。めっちゃ切ってんじゃねえよ。錦山さん頑張って。錦山さん、錦山さん頑張って。錦、俺はめっちゃ切ってんじゃねえよ、お前。なかなかの、なかなかのチャンスがないんですよね。めっちゃ切ってんじゃねえよ、なかなかチャンスがないんですよ。カメラばっかり切ってんじゃねえよ、お前。はい、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 はい。あー、錦山さん、はい。うなぎ屋のにに錦、錦山です。めっちゃ切ってんじゃねえよ、お前。何だよ、お前、誰だよ、お前。余市山さんにお伺いします。今日頑張ってあの質問考えてきまして、初めての会見なものですからちょっと緊張してるんですけれども、緑色の箱はどんな居心地でしたか？おい、来てるんだ。めっちゃ切ったっちゃうよ。おめえだっていただろ、真ん中の一緒に入れられてただろ、お前。おめえだって分かってんだろ、お前。臭い飯食わされて。おい、めっちゃ切ってんじゃねえよ。よいちゃんは、あ、あ、ありました、ありました。来てます、ありがとうございます。引退したらメンチカツ屋さん開きますか？メンチ切ってんじゃねえよ、お前。メンチカツ屋が俺の好物だよ、知ってるな、よくお前。でも引退してねえんだよ。そうか、はいはいはい、はい、あ、西山さん、西山さん、メンチとミンチはどう違うんですか？何だよ、メンチとミンチの違いも分かんないやつが俺の前に立つじゃねえよ。ちゃん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 。この後あの CM の後もまだまだあの会見の様子をお伝えしてまいります。情報ライブうなぎ屋でした。この後もね、取り組みの合間にどうやらありそうなので、またその後も届いてる、その後もまた届いてますんで、こちらの方からあとねお伝えしていきたいと思います。これまた同じ質問ぶつけてみましょうね、後でね。いや、会見のね、いや、ひどいですね。要はに、ね、錦山さんはあんまり拾えてなかったけど、要は陽一山は現役続行だってことでいいんですね。そういうことですね。ただね、なんで釈明会見みたいな感じで陽一山さんがなんか俺悪くねみたいな感じになってますけど、なんで誰もいないんですか？実行委員会側の人誰もいない。ただただ会見させられて。だって実行委員会側が謝罪会見するもんじゃない。普通はね、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 普通は内山さんも切れますよ。何の会見だって。だって内山さん単品で自分でなんかとりあえず出てみたけど、これは何の会見なんだって言ってたもんね。謝罪する人間違ってる。何
喋ったらいいか分かんなくなって何の回なのか分かんないぞ要は現役続行です。とりあえず幕の内後半戦が始まりますが、言っていいですか？大丈夫ですか、はい、牛乳パックで紙相撲平成28年11月12月場所、これより2日目幕の内後半の取り組みであります。夢の藤娘にジャコジャコ西方夢の藤娘西前頭4枚目静岡県出身アンビックベア、東方ジャコジャッコ西前頭6枚目山口県出身ジャコジャッコベア。ねえ、与一山さんが悪いんですって書いてましたもんね。悪くないのに全て実行委員が悪いんですけど。そうですね。でもだから勝てなかった与一山が悪いっていう風な見られ方もしてたかもしれないですね。ああ、そっか、勝てなかった事実はありますね、確かにね。そうかもね。あ、談話来てますね。グミサークマ兄弟の談話です。兄弟の談話が時間差で来ましたね。ね、今日負けちゃったんですけどね。お兄さんですね。まずは負けましたが、ここまで来られたのも師匠のおかげです。で弟ですね。うん。負けたんだけど楽しいですね。確かに兄弟だったもんね。そうですね。二人いますからね。ね、師匠誰なんでしょう。アンビック部屋に師匠がいるんじゃないかな、やっぱりね。要は親方だろうね、うん、さあ、ジャコジャッコーと夢の藤娘です。ジャコジャッコーが0勝1敗、夢の藤娘も黒星のスタートでしたが、さあ波動砲が今日こそ出るかどうかです。ちょっとお待ちください。はい、制限時間いっぱい。よし、やって、ぶつかりました。押すのはジャコジャッコですが、夢の藤娘がこらえて切り返しか、夢の藤娘の勝ち。ただいまの決まり手は掛け投げ、掛け投げで夢の藤娘の勝ち。あんなに押されてたのに投げ返されましたね。そうですね、コテンと簡単に押し込んでたのはジャコジャッコだったんですけど ね、 そうですね、足をさっと中に入れられて綺麗に決まりましたね。それにしても決まりましたね。気づいたら天井向いてましたみたいな感じですからね。ねえ、手は使ってないですよね。あら、綺麗に。まあこれがやはり夢の藤娘の。そうですね、足強いですからね、やっぱ足技の一つというふうに言っていいですね。見事決まりました、夢の藤娘の足技です。勝って1勝1敗としています。ジャコジャッコ敗れて、ちょっとあの初日にね、市内に負けた何かあったんですかね、影響が。そのショックはあるでしょうね。立ち合いもやや消極的でした。2連敗です。天馬富士三世に魚雷イルカ一見。西方御殿場富士三世西前頭5枚目静岡県出身アンビックベア、東方魚雷イルカ池東前頭4枚目愛知県出身愛知ベア。一勝零敗同士です。小兵の2人足を掛け合う、そんな展開があるかもしれません。制限時間いっぱい。よし、やって、ぶつかりました。前に行くのは魚雷イルカ池、足を掛け合うが、中に入っているのは御殿場三世だが、どうか打っちゃったか、魚雷イルカ池に軍配です。際どい相撲でした。物言いは出ません。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って魚雷イルカ池の勝ち。やや向こう上面側ですので、ちょっと状況分かりにくかったですが、まあ魚雷イル会見を押してって御殿場富士三世ちょっと耐えきれなかったですね。最後打っちゃいにはいったんですけどね、はい、もつれてはいたんですが残していました。
魚雷イルカ池が勝って2連勝のスタートです。敗れて御殿場富士3世が1勝1敗となっています。さあ会見がどうやらまだ続いているんじゃないでしょうかね。お送りしていたのが、引退ではなかった与一山、まだ続いてるんですね。どうやらね、与一山の引退会見の続きをお送りしていきたいと。あ、ごめんなさい、ゆうぼうさんでした。私が引退みたいな感じになってますけど。すいません、あの北海道弁で言っておささっちゃったんです。すいません。こっちを入れたかったんです、はい。ということで、再び行きましょうかね。チャンチャンチャランチャ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 ランチャ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 ン情報ライブうなぎ屋です。引き続き、情報ライブうなぎ屋では、この与一山はですね、引退ではなかった会見について続きをお送りしましょう。会見場の錦山さん、会見場映りますか？錦山さん、錦山さん、与一山の会見がまだ続いているようですね。錦山さん、はい、会見場錦山です。いや、それにしてもあの横のツリーがですねとても綺麗なんですけど、あの映らないのが残念ですね。ちょっとこれも聞いてみようかなと思います。はいはいはい、錦山さん、はい、与一山さんにお伺いしたいんですが、このツリー大きくて綺麗ですね。ツリー関係ねえだよお前。俺の関係だよ。館内アナウンスが届いた。いいですねこれで。私お客様にお知らせいたします。ご覧のようにお客様が少なくなっています。入場の希望のお客様は入場券売り場でお買い求めくださいませということです。錦山さんじゃなくて、与一山さん。なんか俺が引退、よかったら買ってあげたらどうですか。出ればこっち出ればいいのか見ればいいのかどっちなんだろ。錦お前、はいはい、あ、僕は井藤です。引退ボックスの中はどんな風だったんですか。はいはい、あ、錦山さん、あの引退ボックスの中の色を教えてください。なんかお前が入ってんだらメンチ切ってんじゃねえよお前。ちゃん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 、牛乳パックで紙相撲実況中継です。情報ライブうなぎ屋でした。なんでなんでしょうね、あの与一山さんが攻められてるそうですね。お怒りでしたもんね。入場券について聞かれてましたもんね。ねえ、クリスマスツリーについてとかも聞かれてましたけどね。謝って引退させられた側だね。引退ボックスとね、全部聞かれてましたね。聞かれてましたけど、あの辺の人たちみんな知ってるはずなんですけど。そうだね、うん、知ってるはずですね。さあ幕の内の取り組みが続きます。片やチャラツナイジェイ、チャラツナイジェイ。西方小結びチャラツナイジェ、室蘭市出身室蘭ベア。この方一式はじめ、一式はじめ。東方一式はじめ、西前頭三枚目。静岡県出身アンビックベア。いいですね、会見中に館内アナウンスとかいいタイミングでしたね。ですね。絶妙でしたよね。人入ってないのも与一山のせいみたいな風になってました。えらいひどいですね。与一山は、次回のトーナメントにも参戦いたします。引退しませんのでご安心ください。皆さん勝手に引退させられた上に人入ってないのも与一山のせいにされ、挙句の果てには観客となれと。ひどいですね。ひどいですねこれね。皆さんもねご協力ありがとうございました。ありがとうございます。こういう感じで皆さんもねあの自由に入ってきていただいて大丈夫ですから。さあ左は意識始めで勝1敗。チャラツナイジェは初日横綱白石島に勝ちました。さあその勢い続くかどうか注目のチャラツナイジェの2日目。制限時間いっぱい、よしやっていぶつかりました。
押し合いですが、石木始めが突き放した、突き放した、土俵際、残すかどうか、よく残している、土俵際、切り返しの体勢でチャラスナイジェが残していました。ただいまの決まり手は、押し出しでチャラツナイジェの勝ち、際どい相撲でした。ですね、逆にチャラツナイジェが押し出されそうな一番でしたけども、危なかったですね。かなり厳しい相撲ではありましたけどね。うん、よく耐えましたね、あの体勢で。耐え切ったというチャラツナイジェです、今の一番です。新三役で2連勝ですよ。うわ、素晴らしいですね。初日は横綱白石島に勝ちました。一色始め敗れて2連敗となっています。かたや清水ロケット、清水ロケット、西方関脇清水ロケット、清水町出身、清水町部屋、この後はどすこい静岡、どすこい静岡、東方関脇どすこい静岡、静岡県出身、アンビック部屋、関脇同士の一番、そして大関がかかる清水ロケットの2日目です。目安としては番付編成員の田中さんからの情報では6勝を挙げればということなので、かなりこれはチャンスがありそうですね。清水ロケットも、ノルベさんのリアもそうですね。ただどすこい静岡も初日はとっかり大将大関を破っています。押し合いか、距離を取りたいのはどすこい静岡の方か。制限時間いっぱい、よしみやってきょう、ぶつかりました、長い長い長い、引いていった清水ロケット、突き放すのはどすこい静岡、土俵際清水ロケット苦しい、はたき込み、どすこい静岡の勝ち。ただいまの決まり手は引き落とし、引き落としてどすこい静岡の勝ち。また清水ロケット攻めたかったんですけどね、手ついてしまいましたね。そうですね、清水ロケットの、ね、負け方っていうのはいつも変わってますね。それにしても、そうですねもうあれですね、もう体勢的にはあの大相撲でいうこれからぶつかっていく人の格好ですよね。これからですね、ええ、ここから普通戦うんですけどね、ねえ、これは紙相撲でやったら負けるんですよね。どすこい静岡今場所良さそうですね。いや、調子いいですね。この力士も当然関脇の生活も長くなってきたので、さらに上の番付を目指してくるところです。2連勝のスタート、清水ロケット敗れて痛い黒星1勝1敗です。片谷ノルベサノリア、ノルベサノリア、西方関脇ノルベサノリア、札幌出身、札幌部屋、この後は備前焼き、備前焼き、東方備前焼き、東前頭3枚目、岡山県出身、ほぼピン部屋、さあノルベサノリアはどうか。こちらも大関を目指します。そして連勝記録というのもあります。現時点で12連勝です。13連勝をかけてということになります。今日の一番です。記録好きの海坊さんとしては、はい、まず15勝を目指して頑張ってほしいですね。15連勝ね、先々場所の8日目から続いている白星街道です。対するは39歳備前焼き、初日白星1勝0敗、侮れない相手です。ノルベサノリアは自身のもちろんね、大関取りもかかります。制限時間いっぱい、よしみやって、ぶつかりました、立ち合い5分、寄っていくのはノルベサノリア、捕まえたか備前焼き、寄るのはノルベサノリアです。寄っていく、寄っていく、寄っていく、寄る、土俵際、粘る備前焼き、粘る備前焼き、残している、残している、もう一度やるな、ノルベサノリア、夜ノルベサノリアの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってノルベサノリアの勝ち。まあ、備前焼きも粘ったんですけどね。今の一番です。土俵際ギリギリいっぱい俵に足がかかってからでした。残してましたね。そうですね、
これでノルベサノリアは勝って連勝が伸びました。13です、金吾さん。まあ1位は湘南乃風の23ってのがね、はい、3000と輝くんですけど、はい、ただ2位はねぐっと下がってきますから。そうですね。なのでまずあと2連勝して15連勝というところ15にね目指してほしいですね。持っていくと一気に2位に上がってまいります。連勝記録ノルベサノリアが2連勝、そして自らの大関取りというのもありますから。そうです、ね、この2連勝はまずね順当にいって楽しみですよね、はい、そうですね。から先に繋がります。ノルベサノリア2連勝、備前焼き敗れて1勝1敗です。片や富士の飛び西方富士の飛び、東前頭2枚目、愛知県出身愛知米屋。この後福島富士桜、東方大関福島富士桜、静岡県出身アンビック米屋。富士の飛びです。初日黒星、今日は大関戦です。存在感を見せておきたいところ。相手は福島富士桜、初日白星、やや危ない相撲ではありましたが白星発進です。さらに上の番付を目指して富士桜はこの東の大関でどんな相撲を見せてくれるかですからね。そうですね。先場所もまあ連覇こそなりませんでしたけれども内容はどうでした？まあ悪くはなかったですね。終盤息切れがありましたけれどもね。そうですね。ただ初めて大関で勝ち越したというのはまた一つ大きな自信になったでしょう。その前は大関で2勝しか挙げられなかった場所もありましたからね。さあ今日の相手は藤野飛です。制限時間いっぱい。よしみやっていきゃのでぶつかりました。寄っていく出し投げ打って福島富士桜寄って寄り倒しです。福島富士桜の勝ち。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して福島富士桜の勝ち。富士の飛はどうしてもこの形になってしまいます。負け方が決まってきてますよね。ちょっとなんとか相手に下を取らせないようにっていうところ対策練りたいところですね。ね、え一気に番付を上げてきた頃はこういうこともなかったんですけれども、やはり各力士がしっかりと研究してます ね。福島富士桜2連勝、富士の飛び敗れて2連敗です。片や江戸緑、江戸緑、西方小結江戸緑、東京都出身ほぼピンベイヤ。後楽園東方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋。後楽園にして僕特集、後楽園にして僕特集。江戸緑、初日は黒星ではありますが横綱戦でした。さあ後楽園、初日白星スタートですが角番です。同じねマッチョブラザーズの白石島が今苦しい状況ですからね、はい、そして後楽園自身も厳しい状況に立たされています。角番です。負け越すと陥落です。長く長く守っている大関の座失うわけにはいきません。確かにどんどん若手は出てきましたけれどもね、でも何度も何度も新しい世代が出てくるところを押し返してきましたからね。そうなんですよね。この力士はそういった世代交代の一つの壁になってきた力士です。未だ壊されていない壁でもあります後楽園。江戸みどりは33歳ベテランです。こちらも元大関です。長く土俵を務めています。同年代の2人押し合いか。制限時間いっぱい。よしみやっていきゃのでぶつかりました。立ち合い五分、中に入ったのは後楽園ですが投げを打っていくは江戸みどり。江戸みどりが当てがって押す、投げ打って上手出し投げ、出し投げ残す後楽園。後楽園が苦しい、徳田原いっぱいです。押すのは江戸みどり。江戸みどりがもう一度当てがって出る、
出る、押し込んだ、投票際、残せるか、残せるか、俵に詰まっている、もはや俵の上、コラケン苦しい、コラケン、コラケンが苦しんでいる、残している、これでも残す、枝緑はどうするか、引き離し倒し出し、枝緑の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して江戸緑の勝ち。後楽園2日目黒星です。いやまあ確かに江戸緑も実力ありますけれども、まあもうちょっと押しの力強さ後楽園見せてほしかったですね。やはり立ち合いですね、完全にここで江戸緑にいいとこ持ってかれてますね。江戸緑がいい感じであてがっていきましたからね、やはりちょっとカド番の初めてのカド番というのもありますけど、まあ、やりづらさとなんかこう自分の勢いがこうやっぱりついていかないっていうところの悩んではいると思いますよ。やっぱり自分の体勢を作る前に相手に体勢を作られてしまったという今日の相撲、ね、昨日、まあ、初日も同じような感じで立ち合いがうまくいかなかったですから ね、 そうですね、気持ちの問題というのがどうやらあるのかもしれません。最後もう俵の上で粘っていたんですけれども、遅かったかもしれないですね。最後は結局残せませんでした。江戸緑が勝っています。江戸緑1勝1敗、敗れて後楽園1勝1敗です。片谷とっかり大将、とっかり大将、西方大関とっかり大将、室蘭市出身室蘭部屋、この他東君、東君、東方東君、西前頭2枚目、札幌市出身東くんべいや。とっかり大将です。出ますか、出ましたね、はい、とっかり大将です。初日黒星です。連敗は許されない大関、東くんも初日は黒星、大ベテランです。東くんも備前焼きも、まあ、引退、今場所の引退というのはないですね、休場のみですから、40歳幕内はほぼほぼ大丈夫じゃないかという状況なんですよね。最年長の力士、これまで40歳で幕内の土俵に上がったことがある力士はおりません。もう一人江別丸ももしかしたら可能性あるんですよね、重量で。そうですね、3人の40歳力士が幕内でという可能性があります。その東君、ここで白星が来るか。とっかり大将も連敗は絶対してはいけません。制限時間いっぱい、よしやっていい、ぶつかりました。立ち合い五分、押し込んでいくのは東くんか、出し投げ打った、残した、とっかり大将残している、後ろもたれはとっかり大将、土俵際です、土俵際です、後ろもたれ、後ろもたれ、東くんが残している、粘っている、東くん無双か、止まっている、東くん、東くんが止まっている、無双状態に入った、どうだ、とっかり大将が今度は苦しくなるか、残している、よく残している、土俵際です、両者が土俵際です、これも残した、とっかり大将よく残すか、もう一度東くんが出るか、土俵際、東くんの勝ち、とっかり大将連敗。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して東くんの勝ち。東くん無双が出ました。あの位置で動きませんでした。座布団を投げないでください、浮き輪を投げないでください、季節が違います。今の一番です。ねえ、向こう正面のところで東くんの無双状態が入りましたね。まあ、これが出れば確かに強いですけどね。
ほぼほぼ無敵ですからね。無敵ですからね、動かないっていう。何のバグだっていう話になってきますか。東君、この後インタビュールームに、いや、会見場に来ていただこうかと思いますけれども。そうですね。一人でバグ状態に入れるんですね。東君がピタッと動きを止めますね。海坊さんもびっくりしちゃいますよね。いや、あの、動かないですからね。なんで叩いても叩いても動かねえんだと。ね、どういうことなんだって話になりますか。もしかしたら海坊さんの腕の力が急になくなったのかというね。激しく叩いてるように見えて実は全然力ないっていうね、可能性がね、ありますからね。東くん1勝1敗としました。とっかり大将連敗のスタートです。片や銀屏風、銀屏風、西方や銀屏風、西前頭筆頭、室蘭市出身、室蘭部屋、また湘南の風、湘南の風、東方や横綱、湘南の風、神奈川県出身、神奈川部屋。東くんゾーン土俵が壊れるなんかね、破片が落ちてました、さっき多分土曜のね、何かが吹っ飛んでったんでしょうね。ね、なんかね、破片がね、左側に飛んでましたよ、今。さあ、では、あ、インタビュールームですね。放送席、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 会見場です。インタビュールーム今日ないので。東君見えねえ。お話を伺います。いや、ようこそ会見場へ。いや、あの、私全然顔しか見えてないんですけどね。与一山の、あの、引退じゃなかった騒動はどういうふうにご覧になってますか。まあ、そうですね、あんなことされたらたまったもんじゃないなと思いますね。与一山さん、メンチ切ってんじゃねえよ。どうですか、東君の今の相撲は。いや、だからね、あの、メンチ切ってんじゃねえよって話なんですけど、だからもうそろそろ俺をいじめんのやめてもらえないかな。いや、いじめてないんですけど、あの、解説として、メンチ切ってんじゃねえ。解説としていいコメントでしたね、今の。解説としてないよ、俺は力士なんだよ。メンチ切ってんじゃねえ。お前誰だよ、そしてお前。今すぐ大丈夫ですよ。今すぐ大丈夫ですよ。今すぐ力士に戻せ。でも励みになりますね、あの、年上の東くんがこれだけ頑張ってると。解説にしたいのか、力士にしたいのか、お前は情緒不安定なのか。どっちなんだ。メンチ切ってんじゃねえよ。東くん、あの、東くん関、与一山さんに一言お願いします。いや、あの、とても辛い経験をしたと思うけども、頑張ってくれ。放送席どうぞ。あ、あの、錦山です。あの、一言聞きたかったんですけど、あの、牛乳パックでガリスマ実況中継。わかんないです。あの人一生できないんじゃないかな、何も。できる気がしないですもんね。頑張ってはいるんでしょうけど ね。さっきのメンチとミンチを思いついたときに、あ、そうだってすごいひらめいたような感じになってました。あれの、あのレベルでそんなすごいひらめいたってなるんですよ。そうですね。あ、結び前です。だもちろん、あの、これいじめじゃないっすよ。ねえ、あの、お詫びの気持ちから、あの、ね、みんなにぜひ、あの、引退じゃないんだってことを。誰にも与一山に謝罪してないですか。委員会全然出てきてないですか。裏でやっておきます。さあ、結び前です。湘南の風と銀屏風、2日目の湘南の風はどうか。制限時間いっぱい。よし、やって、ぶつかりました、引きつけた、押し込む、残す銀屏風、残した、残した、体勢を入れ替える、今度は銀屏風だ、今度は銀屏風が出る、やる、やる、やりきった。湘南の風敗れました。ただいまの決まり手は、寄り切り、寄り切って、銀屏風の勝ち。湘南の風、二日目黒星。いやー、今のは、湘
立ち合いから完全に湘南の風かと思われましたが、新屏風がこらえました。今の一番です。そんな今予想してなかったっすよ。座布団も待っておりました。あまりのことに座布団を投げないでください。アナウンスまで出ていませんでした。いや、よくこらえましたね。そうですね、新屏風関ね。いやー、インタビュールームに来ていただこうと思いますけど、湘南の風だと思ったんですけどね。そうですね、見事な白星。新屏風1勝1敗として、湘南の風1勝1敗となっています。2日目結びの一番です。西白石島、白石島、東西荻の山、西荻の山、西方横綱白石島、岡山県出身春日部部屋、東方西荻の山、東前頭筆頭、東京都出身ユーストトゥデイ部屋。呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。2日目の結びです。その前にインタビューです。放送席、放送席、会見場です。銀屏風関に来ていただきました。見えますか？誰がなんだかよく分かんなくなってます。おめでとうございます。ありがとうございます。余一山さんに一言ぜひお願いできますか。まずゆうちやまさん、今の銀屏風の相撲いかがでした？いやだから目つけてんじゃない、俺は解説じゃねえんだよ、歴史としてもだぜ。いや、横綱を破る、まあ余一山さんもね、かつては横綱を倒したことがありましたけれども、ね、どうですか、こういう横綱を倒した時の瞬間覚えてますか？ずいぶん前のことですから覚えてないでしょう。だいぶ前だよ、目つけてんじゃねえよ。その時になんかもう彼女がどうのこうのみたいな話した覚えはあるけど、あれから一切あのインタビュー全然受けることなかったから、目つけてんじゃねえよお前。解説として大丈夫ですね。履歴史として戻せば解説いらねえんだよ。銀屏風関、これで波に乗れそうですね。そうですね、今後も期待してます。頑張ります。東君関、あのどうですかね、銀屏風関に一言お願いします。いや、私もそうですけども、これぐらいの地位の身になって頑張ってますからね、一緒に頑張りましょう。はい、錦山です。錦山なんですけど、なんというふうに質問したらいいかちょっとわからないんですけど、錦山です。誰に言ったんですか？誰に質問したらいい、どういう質問したらいいかってわかんないのに発言したんですね。そうですね、一番ダメなパターンですね。そうですね、一番やっちゃいけないパターンですかね。それはカメラマンさんも切り替えますよね。いやー、でもいつの日かね、あの錦山さんが一人前になってるんですね。錦山さんよりは余一山さんの方がもう解説に引き抜かれそうになってますからね。そうですね。素晴らしいですねって言われてましたよね。そうですね。素晴らしいですねって、あれ誰に言ってるんですかね。インタビュアーさんだと思うんですけどね。そうですね、今すぐにぜひみたいな。そうですね。感じでしたね。さあ結びです。放送の配信の残り時間もありません。そうです、危ないですよ。さあ白石島の2日目、ここは負けるわけにいきません。負けるとざわつきどころかどよめきが起きます。相手は西荻の山です。初日は黒星のスタート、2日目結び、制限時間いっぱい。よし、やって、今日はぶつかりました。立ち合いは5分。
前に出るのは西荻の山、西荻の山が出る、西荻の山が出る、試合島は苦しくなった、土俵際、回り込めない、回り込めない、寄り切り、西荻の山の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って西荻の山の勝ち。座布団を投げないでください、座布団を投げないでください。与一山さん、与一山さん、金屏風さん、西荻の山が勝ちました。球場明け連敗、白石島後がなくなります。こちら出しておきます。球場明け3連敗で引退です。こんなことあります？連敗です。いやー、驚きましたね。力で負けてしまいました。ちょっと言葉が出ませんね。そうですね、こんなに連続でこう上位陣が負けていくとちょっとどうしたらいいんでしょうね、これね。白石島は3日目負けると引退ということになりますが、大変なことが今起きているという。ちょっと強かった頃の白石島をね、考えると信じられない姿ですね。そうですね、押し負けちゃってますからね。弓取り式ですね。弓取り式は魚雷さんかな、それ魚雷イルカ池であります。では皆さん一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ。放送席、放送席、会見場です。西荻の山、あ、西荻の山関に来ていただきました。西荻の山関、光輝いてるんですかね。あ、違いますね。はい、西荻の山関も女の子じゃなかったでしたっけ。そうです、私女の子です。ですよね、はい、見事横綱に勝ちました。ありがとうございます。見事でしたね。いや、あんなに押せると思ってませんでした。ねえ、はい、これでまた乗っていけそうですね。頑張って押していこうかと思います。今日もう時間がないんですけれども、はい、与一山さん、何か聞きたいことありますか。マジ切ってんじゃん。インタビューでも解説者でもねえんだよ。西岡の山さん、なんでそんなに押しが強いんですか。そうですね、あの稽古積んだらこんなに押し強くなりました。ありがとうございます。あ、はい、あの錦山って言うんですけど、錦山でした。もう時間がございません。2日目も大波乱、白石島3日目引退をかけての相撲です。一言だけ海坊さんお願いします。いやー、こんな風になると思ってなかったです、正直。3日目いろいろなざわつきの中行われる中継、どうぞお楽しみに。タイムライン見らせどよめきということでありがとうございます。湘南の数の談話すいません。時間がないんですけれども、いいですか、ちょっと海坊さん。まずは負けました。立ち上がり攻めようと思って見事です。すべての空気を読んでいただいて本当に感謝です。ありがとうございます。いやー、それにしても大変なことが起きている。1年納めの本場所、実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。3日目どよめきの中行われることでしょう。このあたりで北海道札幌から失礼します。つながってる思いの数だけ恐れることないから。はい、皆さんありがとうございました。7時からキラキタがございます。キラキタの方でよかったらお会いしましょう。 URL が貼る時間がないんですがすいません。7時から始まります。これから我々スタジオに向かいます。皆さん本当にありがとうございました。では
さよなら、また後ほどキラキタでお会いしましょう。